今までですね化石燃料を焚いてきてましたので、たくさんの CO2 を私たちはこの世界に排出してきてます。その代わりの脱石油、脱石炭、脱原発のエネルギーっていうのはどんなものがあるかって、本当に代替エネルギーって代わりのエネルギーが見つかるかっていう問題があります。で、私たちはそこで問いかけをするわけです。見つかるかって、つまり全ての研究、人生においても多分そうでしょうけど、願掛けよりも問いかけから始まりますね。こうなりたいとかああなりたいというお願いよりも、なぜっていう言葉から始まると思います。それで私たちは与えられた面積、つまり与えられた土地とその海の面積でですね、どれだけ自然エネルギーを取り込めるか、私の研究所は私の研究分野ではそういうことをしているわけです。自然エネルギーをどうしたら効率的に取り込めるかで、どういうふうに使うかで、その使い方もですね、いろんな使い方がありますけれど、やっぱり大規模すぎて地球環境を傷めるようであってはいけないわけです。だから地球に優しい自然エネルギーの使い方とは、そういうことを考えます。で、そこで今から提案しますけど、いろんな自然エネルギーを高効率に取り出して、そしてそれをどういうふうに合わせて使うかで、次のスライドで、はい、まず2つ提案しますけど、海です。海っていうのはですね、ここに書いてますけど、漁業協調型のプラットフォームの浮島という島、浮帯を作ります。そこにエネルギーファームを置きたいというふうな発想です。で、そこに書いてますけど、まずそのエネルギーファームというのを浮島の上でですね、そこを海に出るとですね、風は陸よりもずっと強いんです。だから風力のエネルギーをたくさん取り込めるし、それと太陽光も同じように、あそこ浮体っていうプラットフォームを作りますから、太陽光パネルを置けるわけです。それで太陽光も使う。だからその周りに波が荒ければ波のエネルギーも使える。で、潮流が下に流れていれば潮流も使って電気を上にプラットフォームに上げる。そういうふうにそこにある自然エネルギーを一つのエリアでですね、たくさん使わせてもらおうという、こういうふうな発想です。で、その時に私たちの日本はですね、四面海に取り囲まれて海洋国家日本なんですけど、漁業権とか海の人たちのそこの漁業があるわけです。それを無視して勝手にすることは絶対できません。だから漁師の人たちと話し合いながら、いつでも漁業の人たちにもなるような、そういうプランを立てていかなくちゃいけない。それが2番目の漁業、水産業との共存です。で、どういうことかというと、周りに養殖の生けす、この後またスライドを出しますが、そういうものを考えます。そうすると漁業の方々たちも新しい養殖をできて、魚を少しは安定に取れるようになる。それと、その島があるとですね、もう海藻ですね、そういうものを生成することもできます。それと3番目は、いろんな使い方ができます。防災基地にもなりますし、将来その海の都市になるかもしれません。もっと大きく。これは絵描いているのは三角形が一つの基本要素で、それが自己増殖してどんどん大きくすることができます。スマートフロートっていう呼びたいかな、そういうふうな感じです。で、そういうことをやると、日本のいろんな産業の裾野につながるわけです。とてもいろんな分野に広がって産業化が進むと思います。で、2つ目はこれ陸の上を使うんです。陸で、日本は土地が狭いですから、なかなか使いにくい。例えば今太陽光発電でも土地を探してますとか、そういうコマーシャルが出たりするでしょう。それだけ今太陽光発電は政府に援助されてますから、そこに太陽光パネルをたくさん置くと儲かるわけですね。そういうことなんですが、そこにいつまでたってもその FIT っていうフィードインタリフというんですけど、そういうものに依存していっては本当に自然エネルギーを使うことができません。そこでどうするかというと、やっぱりそこでもいろんなアイデアをつぎ込みます。ここに一つ考えました。で、皆さんソーラータワーっていうのはご存知ですかね。ここに出てるものはですね、写真後ろを振り返りたいけど、これね、スペインのマンサナーレスというところでもう20年ぐらい前に実験されたプラントなんですけど、太陽光がこの集熱部ってこう降り注いで、そこで熱上昇風がぐっと起こって、ちょうど煙突効果みたいにシューッと上に上がるんです。風の流れがね、こんなふうに。で、それでタービンを回して発電するというプラントなんです。でこれはとてもシンプルで、まあ、効率は悪いんですけどシンプルだから復活しようとしてます。で私たちは考えました。でももっと効率を上げられないかと。でちょっと考えただけで、それはですね、情報にですね向かってちょっと拡大するタワーにするんです。少し4度開きぐらいかな。そうするとですね、もうその根っこでタービンの回り方が全然違います。ここに書いてますように、もうすでにうちの実験室レベルでは6倍の発電量になってます。ちょっと変えるだけで。それとですね、それはこれは太陽に依存してますから、じゃあ夜はどうするとと、あまたどうしますかとね、太陽光が入ってきて上昇夜、じゃあ夜何も太陽ないじゃん、太陽光パネルと同じですわ。その時に昔のトイレのあれを思い出すわけです。シューってトイレが先っぽに風が当たると嫌な匂いがこう組み出される、もう古い方はご存知かな。そういう上空の風を利用するんです。で上空の風がタワーのとっぺんの出口で低圧部を作ってくれます。低圧部っていうのは圧力が低いところというのは風が大好きなんですね。風の大好物で、そこで低い圧力のところに向かって周辺から風が集まってスーッとまた流れが起こる。その流れを利用してタービンを夜も回すことができる。そうするとですね、夜も昼も合わせて普通のマンサナーレスのソーラータワーよりも10倍ぐらい発電量が上がるだろうと予想しています。まあ、実際そういう結果が出てますが、それを私たちは名付けてウィンドソーラータワーと呼んでいます。でもそれだけではまだまだなんです、自然エネルギーの使い方は。それで考えたのは、太陽光パネルも中に置こうと。この収熱のここにね書いてますけど、赤いパネル。そうすると太陽光パネルはまだですね、今効率は 10% そこらでその下に熱をたくさん出すわけですね。でその熱も上昇流で使うと。つまりコージェネレーションの大規模なやつです。そうすればかなり今のメガソーラー基地にちょっとこうちょっとまあ数十メートルのタワーを高さを立てれば、そこのメガソーラーの同じエリアでですね 1.5 倍から2倍ぐらいの発電量を取り出すことができます。でこれが2つのアイデアです。これをやるために今いろんな研究をしています。でなぜそんなことを言うかというと、今までお話したように、今再生可能エネルギーとかその太陽光でも風力でも取り出すためには、後ろにあるようなものすごい広い面積がいるわけです。よく言われるでしょう。太陽光パネルをね、原発と同じ規模で電力を取り出したいと言われると、東京の山手線の内側の面積全部に太陽光パネルを置かなくちゃいけない。もうそんな土地が日本にありますかということですので、そういうふうに超高効率に与えられた土地、与えられた面積だけでたくさんのエネルギーを取り出したい。でそこで私たちはそういうことを考えるときに一つの技術シーズンを持っています。それはちょっとここで英語で書いてますけど紹介しますが、レンズ風車って言います。ウィンドレンズターバインってですね。でこれはですね、そこの絵にありますように普通の風車にこう輪っかがついてますね。丸い輪が輪を呼ぶって一番いい言葉なんですか。その輪をねつけることによってですね、風を集めることができるんです。その輪がですね、こう渦を後ろに作って、渦は低圧を作って、圧力が低いところは風が大好きでさっきも言いましたけど、だから自らですね、風が自らその輪の中に、つまりブレードタービンの中にずっと飛び込んでくれます。ただ発電量はですね、風速の3乗ですよ。だから3乗というのはね、地上3乗とお分かりですかね。ものすごくちょっと風が上がるだけで発電量が数倍になります。それでまあ今九大の伊東キャンパスに置いてるやつは2倍も3倍も発電量が上がりますね。それでかつですね、これは副産物的なものなんですけど、とても静かになりました。これは今日はお話しする時間がありませんけど、この先端から出るですね、風車の風切り音で皆さんご存知でしょ。シャッシャッっていうああいう音がですね、飛行機の今こういうウィングレットと言いますけど、ボーイング787はこうかな。そういうふうな先端から出る渦をですね、小さくするための細工があるんです。それをその輪が代わりにします。それでとても静かです。ほとんど風切り音はないです。それと私たちは今まで何年も何十台も置いてますが、鳥の衝突は1回もない。それから雷にも強いです。すぐアースできますから。それと最後この緑で描いてるところを言いたいんですけど、とても自然に溶け込んでいきます。だから某会社の某番組のコマーシャルに勝手にこう出ていってますから、気が付かれた人は日曜日の夜の番組ですから、福岡ではね、それでその後ですね、それを海の風を利用したいというんで、その下にありますが博多湾の中にちっちゃなステーションを浮かべました。これはですね、さっきなんか Google の話もビデオでやってましたね。あえて見たらあんな風に真ん中のこんな風にですね映ります、見えるんですよ。それで皆さんももし見ていただけたら。でこれを本当はムービーでお見せしたいんですけど、こういうものを浮かべてます。これまあ大体直径が18メートルぐらいで、全部でまあ8キロワットで、まあちっちゃな発電プラントなんですけど、まあそれをパイロットステーションとして、ほら海の上にこんなふうに浮かべてこんなふうに発電すればエネルギーを結構たくさん取れますよっていう今実証してます。すでにですねこれと同じタイプの風車をここから3キロぐらい離れたアイランドシティ、まあ、福岡の方ならご存知でしょうけど、その港のところの橋の近くに置いてます。とても風景がいいんですけど、その風車とこれと比べてですね、こっちの方がですね海の上だから総発電量1年間の2倍になりました。まあ、そういうふうなことで、その横のこれ魚なんですよね。これもちょっと本当はビデオがあるんですけど、どういうことかというと、ああいうものを浮かべるとそこはすぐ魚礁になります。魚礁というのはもう魚が集まってくるんですね。あんなふうに見えるでしょ。これはRKB さんかなんかの番組かなんかかな、その時にある有名な潜水作業士の方が潜って撮られたんですけど、5種類ぐらいの魚がいていっぱいいます。でこれが漁業協調型なんです。ですのでどういうことを考えているかというと、それをもっと規模を大きくしたい、数倍大きくすると、まあ、100メートル規模ぐらいにすると、1メガか2メガワットぐらいで数百世帯を賄うことができます。まあ、それぐらいでちょうどいいんじゃないかと、数百世帯ですね。つまり漁村、日本はですねぐるっと回ると6キロに1か所ぐらいは漁村があります。ですのでそういうところに、いいですか、漁業は今衰退化してとてもちょっと高齢化社会で大変ですが、こういう養殖もできて電力の発電もできる、そういうものを一緒にやりませんかっていうような提案ですね。で私たちはそのための浮体を研究所で仲間が研究してます。このシミュレーションは風先生というとても優秀な先生がこう計算して、風も波も流れも計算できるんですけど、これは玄界灘でですね50年に1回来るようなすごい波浪なんです。それに持つような設計をします。でそれを大きな水槽があって、その下で実験します。でそれを日本のとある場所に持って行って、こういうふうな浮体を浮かべてエネルギーファームにして、でそこで生けすを置いて、本当は生けすはですね海の下の方に沈めた方がいいんですって。でこう生けす上げるだけでも魚にストレスをかけるから、下の方に沈めといて、ね、自動給餌器で餌をやれるようにできないかとかいろいろ考えてます。それが新しい養殖のシステムで、だから風が強くて波があるところでも養殖ができるようにしたいと、そういうちょっと外洋でも外海でもしたいというようなことを考えてます。これが漁業協調のエネルギーファームで、これだったら漁業組合の方も賛同していただけて一緒にできないかということです。で話はこれからずっとだいぶ脱線していきますからここは勘弁してくださいね。世界の産業革命は今まで第一次産業と、第二次産業、第一次産業は、ワットですよ。第二次産業はフォード、ね、それから今それまでは結局地球の資源を収奪する産業構造だったわけです。で第3次は、まあ、先ほどの午前中か午後のセッションでもお話しされましたね、環境産業で、この環境産業がうまくいくとですね地球と共生できるような産業構造になるかと、ビジネスにしないと日本の場合とか世界の場合でも普及することは難しいです。いくら高マイな理念を立ててもですね、それが事業性を持たない、ビジネスを持たないと絶対普及するのは難しいですね。ですのでそういうことを打ち出すわけです。でもしそういうことが地球、あれはこの日本から地球からうまくいっていくと、この新しい世界ですね、さっきワールドシフトというような名前が出ましたが、パラダイムシフトですね、もっと大きな意味で地球に変化が起こるでしょうと。で地球っていうのがですね、それはなぜかというと、そのガイア仮説って皆さんご存知でしょ。で地球はそれぞれそれ自体がですね一個の超生命体です。少し飛躍するとですね、最新の宇宙論というのはですね、それから量子力学のミクロの世界ではですね、もう完璧に常識はありませんよ。例えば皆さん、そこの壁を抜けられますかと言ったら抜けられるんですね。私たちの体はスカスカです。それから現代宇宙論の最先端によると、もう超ひも理論なんかによると、個々のとこに別の世界があっても構わないんです。あの世かもしれません。それはリサ・ランドールというね、ハーバード女流物理学者が言ってるでしょ。そういうのも証明されています。でミクロの世界ではそこにあるものがあってなくてもどっちでもいいんです。あると思えばあるしないと思えばない。そういうふうなのがもうまさに常識の世界は全く通りません。そういうミクロの世界のいろんな現象が時々私たちのこのマクロの世界にピュッと顔を出します。その時私たちは「えっ何これ?」とかいうふうに驚くわけですけど、そういうのは空海とかウィリアム・ブレイクですね、こういうのがもう言ってます。あんなふうに。一滴の粒とか一滴の一粒の砂とかそういうんですね。で僕らはこの宇宙というこのエネルギーの場でですね、お互いに共鳴し合ってるんですね。でちょっと思いを発するとそれはずっと宇宙空間に伝わってまたこの辺に戻ってくるんです。でユングでは集合的無意識とか言われてて、深層では皆さんと私たちはつながってる。だから今日は簡単な10分間ぐらいのプレゼンで皆さんの気持ちにちょっとインプットさせていただいたかなと思うけれど、深層意識の中でまた深くメッセージが入っていくかもしれませんので、受け取られる方は受け取ってくださいね。小保方さんだって再生細胞は彼女が常に問いを発してて問いかけが強いから彼女にアイデアが降りてきたんじゃないかと私たちは思います。だから問いかけるということはとても大切なんです。でより根源的な問いを持って、それは私は誰なのか、地球は何なのか、この宇宙は何なのか、そういう問いかけを持つことがとても大切です。で最後にあなたは今何かとうとうとっていうのが博多弁の締め切りで、振り子は揺れてこそ安定を保つっていうのがね、まあ、あちこち揺れていいんです。もう分かりません、真実は何が何か。で最後に皆さんにこれプレゼントです。天空のニコニコマーク、月と木星と金星、これは福岡工業大学の溝田先生が撮影されたものです。溝田さんどうもありがとう。以上です。